今日はですね、三条市五明にありますキャプテンスタッフの総本山、キャプテンスタッフのショールームに、来ています。でこちらおりますのが、パール金属代表、キャプテンスタッフの社長ですね。はい、ご紹介します。はい、高波です。よろしくどうぞお願いいたします。キャプテンスタッフの社長です。はい、どうぞ。社長、こちら新商品ご紹介お願いいたします。カラーがこれだけ、はい、4色、はい、お一人様用の、トランク型のバーベキューコンロが新発売で、この状態で五徳にもこう使えるという、五徳にも使えて、それでなおかつこの網は網で使えるという状態で、それで非常にコンパクトになるので、これだけ大きさになるもんで、これはもう本当にね、今ソルキャンプ的には非常にいい感じで、マイクロダッチオーブンなんかも対応できるようになりますね。可愛らしい、焚き火もできるしね、こういうちっちゃいので非常にいい感じ。これメスティンのあれみたいに見えますけど、実は違ってます。こちらの方に一応蒸しに使うんで、はい、角型ダッチオーブンのロストルが発売されるようになりました。これでね、ミニローストチキンとかね、あのじゃがいも丸ごとふかすとかっていう時に、これは、ね、熱をちょっとね和らげてくれるので、手羽元とかで 2,3 本入れると美味しいかもしれない、お野菜と一緒に。それでこれはいいのは、これで裏返して使うと焼肉とか使えるし、これもちろんこういう蓋にもなるけど、オプションも充実してきております。それでこれ B 特のコンロに乗ります。はい、はい、こんな形でも使えますし、あ、そしたらついでにちょっと止まんないですけどね、新しい、じゃこのモンテのトランク型にもぴったりですね。はい、お一人様ローストチキンができちゃう。いいですね、コンパクトね、四角四角で可愛いですね。そうそうそう。でショールーム入ってすぐにあるのが、ちょっと今こちらのコーナーなんですけども、キャプテンスタッフがねこう一押しするキャンプアウトっていうシリーズがもう勢ぞろいで展開されてます。ちょっと見ていくとね、これが、よくあるメラミン天板のテーブルなんですけど、このアルミの足とフレームのところがアルマイトコーティングのカラー付きになっていて、ちょっとね普通シルバーのものが多いんですけど、アルミに色つくとちょっとお値段が上がるんですけど、これもね惜しみなくいい色ついていて、テントもねこれ3人まで使える、ソロで使ってもいいようなたっぷりしたテントなんですけど、こちらもアルミフレーム、しっかりと強度のあるものを使ってたりとか、自在やロープもいい色ですね、ちょっとこだわりのある。あと僕個人的におすすめしたいのはこうタープですね。大体 3,4 人ぐらいで使いやすいサイズなんですけども、ちょっとこうね柄がこう登山する方にはおなじみのね山の等高線、ちょっと見えますかね、こういう線が入っていて地図のような柄が入っていますっていうのと、あの裏側にねこれシルバーコーティング、遮光性を高めるコーティングされてるんですよね。これはね夏の水質アップの、あの一手間かかってますんで、ぜひ使っていただきたいタープです。あとはねこれキャリーとかコンテナとかいろいろありますけども、はい、各自また細かくは後ほどアップしていきたいと思います。